よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。私の価値を定めていいのは秀吉様のみだ。頼もしいな、鹿の友。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、義輝様。ん？比類なき信念を持つ者か。面白い。お前の働き見ておるぞ、三成。お任せを。検定に挑むだけの資格あり。お見受けください。何を見ている。残陸など珍しくもないはずだ。これほどまでとは思っておりませなんだ。かなりせっかちっすよ。あ、危なくなったら母屋さんだけでも逃げてくださいよ。帝殺しの大罪人として名を残したいらしいな。僕の推理が正しければこのままだと、とんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。姉上、またそのような傍若無人を。長政様の一味。姉様に認められるように頑張る。いつ貴様までこんなところに。姉上め、これは見事、類まれなる技の使い手だな、友よ。りりしく眉目を寄せたあなたの顔が見たいわ。よい。そのあちまけの拉致雷に己が心を置けたとは我が死奥での言葉だったか。そう、私をここまで追い詰めるとは何の猛者ではないな。貴様の首は私らに倒る。私を救え。闇のまとい操る、あれが魔王が哲略のもの。何、これ式のことで勝負の行方は動かぬよ。玉政様、ねえ聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。草花がないでいる。熱を捧げようと泣いているな。ご苦労様、また後でね。さて友よ、その方俳句は健やかであるか。ほら、体のことだったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めして。あ、ね、どうしてああも簡単に切り進めるんだ。俺は足利の民だ。それ以外の生き方などできぬ。それでこそ我がサワンよ。ちょ、三成様、雑魚的な連中とか俺らに任せといてくださいってな。違う事項であればこの戦、いや、そう考えるも惜しい。これはあくまで世の戦よ。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしき体よ。
しいだろ。わらわの方がすごいじゃない。やっぱり反逆者だけなんて品がない。わらわを欲しているの？それとも別のよう？皆がその方と言ってしようてみたいそうだ。すまぬが相手を。いい？体で勝負をするの？わらわとあなたのね。愛しいからこそ壊したいの？そう、わらわと同じ。そうだ、立ちはだかる障壁などうぬが手でみじんに打ち砕いてやれ。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が渇いたの。誰か。みんないなくなってしまったな。愚かで苦手な主君と世を恨むがいい。行くぞ三成よ。しばらくは我と共に越せ。わかった。だが行為、余計な気を回そうとはするな。近づいてはならぬ。止まったところを狙い放て。うん、ならばこれではどうか。早いな、友よ。素晴らしき神技体の持ち主だな、友よ。まさに熱い。これが命を閉じという感覚。さあ、勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。願わくば世に変わり時代を作れ。面白き時代を。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。